はい、山口敏太郎の部屋ということで、あの番外編なんですけども、番外編はちょうど去年ですね、東海支部の方で口先女さんをゲストに迎えて、やってからちょうど、まあ、10ヶ月ぐらい経つんですけども、2回目の番外編ということで、今日はですねゲストに牛崎千佳さんと、岐阜の口先女祭り実行委員会の委員長をやってらっしゃる吉村さんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。それで去年ですね、ちょうどあれですか、去年の夏に口先女祭り第1回目というのをやりまして、非常に好評だったんですけども、はい、どうですかね、あのお二人の感想というのは。あの学校の階段引きずり女をやったんですけど、引きずり女、そうですね、口先女っていう都市伝説っていうものだったので、はい、それに合わせた子供たちも結構ゲスあのあお客さんが多かったので、いつもとはちょっと違った感じで引きずり女というのと、はい、あと学校の階段をメインに階段を、そうですね、子供向けのお化けの話、うん、そうですね、はい、ああいうのも自分の新しいスタイルとして、そうですね、あのいろいろ幅が広がってよかったよね。ちびっこ多かったです ね、お客さんの、あれは家族連れにはああいうスタイルもあるのかなという、うん、あのそのガチガチ の、うんね、あの実は階段もできるし、うん、怖い子供たちが怖がる学校の階段もできるので、うん、それは自分の幅が広がったよね。そうですね。で妹さんの口先女さんが、そうそうそう、歌謡ショーをやっていたよ、ね、で演奏は吉村さんがギターを弾いて、ね、やばいよね。どうでした？やばい、やばい、やあの蹴られてましたけど、そうそうそう、まあ、あれからね MK 覚醒っていうことで、覚醒したのもうね、ちょっとやばいです。夜な夜な蹴っていただける、蹴っていただければ女性を求めて10ヶ月、それはちょっと今日また再会してね、あ、うん、じゃあ今年も口先女さんにライブで、そうね、もう飛び蹴りジャンピングにぐらいかましてもらう、そうそうそう、つるたばりのやつを後頭部にかましてもらいたいですね、うんうんうん、最近どうしてるんでしょうね、全然連絡がないんで。冬場は冬眠してるんじゃないですか。そうなんですか、ね、ツイッターの更新も止まってますからね。なんか彼氏の口先男に、誰だそれ、なんか振られちゃったよ説もあるんです。口先男が、はい、そんなのいるの。いや都市伝説ではありますね。三鷹の方でつがいなわけ、あの妖怪のつがいというのは、あの小さいおじさん小さいおばさんと同じような感じで、あの口先男というのも繁殖する口先ベイビーができてるかどうかちょっと分かりませんけどね。繁殖ってよくないよね。繁殖っていうか、まあ妖怪ですからね、うん、あの分裂してるんでしょうか。なるほど、なるほど。そこら辺はちょっと謎ですけども、うん、で今回は第2回ということなんですが、うん、前回まあその牛崎さんの怪談とか、うん、まあ、僕の都市伝説とか、そうそうそう、あった上で、まあ、歌謡ショーという感じでやったんですが、うんうん、今回はまたちょっと思考を変えてくるんですよね。うん、あのどういうものにするんですか、今回の中軸となるものは。ね、まあ、去年、まあ、山口さんとの、まあ、出会いがあってね、はい、でそういうようなことでクリプトツーリズムという、はい、そういう、まあ、そのご当地の妖怪であり、はい、まあ、そういったものを軸とした、はい、町おこしというコンセプトを受け継ぎまして、はい、今回は、まあ、どこもそうなんでしょうけど、この地方都市っていうのはこう疲弊している、現状ですよね。うん、そこの中で、まあ、中心街区でこれ、こう偉大なる山口敏太郎先生のお力をね、お借りしてお化け屋敷をこれでやろうかと。昭和風味な感じですね。そうです、そうです、昭和でしょう。お化け屋敷で、に入ることによって昭和の疑似体験をしていただくという感じですね。うん、そうそうそう、その、僕ら、まあ、同じような年代で、そうですね、はい、そのアナログな世代っていうようなことで、はい、今ほらインプットもアウトプットもコンピューターで、はい、その充足しちゃってるっていうところ、ね、時代に対してやっぱりあの頃っていうのは、うん、お化けを求めて街に出てた子供たちだった僕らというふうな、ところをもう一度、そうですね、メンコビー玉、うん、カンケリー外で遊べましたからね。そうだね、テレビゲームがなかったからね。なかったですからね、うん、で三角ベースやるだろう、あの鬼ごっこやるだろう、かくれんぼやるだろう、そうそうそう、で、うん、普通に面子を やるとか、うん、でそういう時代だったんですよ、うん、今の40代男子の時代は、そういうので口先女とか、うん、そういう噂話とか、あ、そうそうそう、あとかくれんぼすると人がいなくなっちゃうという都市伝説が生まれたりとか、
いろいろとそういう子供たちのアイデアから生まれたものっていろいろありますよね、うん、だから神社の境内で子供同士がこういう話聞いたけどお前知っとるかという、うん、ほんまにとかいうそういうこういうコミュニケーション、うん、それ今は子供たちもうただ黙って黙々とゲームしてる、ね、公園でゲームやってますから ね、あそう、あ全然意味がないんだよね。そうですね。だからお化け屋敷で昭和疑似体験して、うん、昭和の子供たちが体験したお化けという通過儀礼を今の小学生、うん、中学生にもしてもらいたいと、うん、そうそうそう、生と死と闇と光を体験してもらうと、うんうん、でそれによって多分幅が広くて、うん、人の心の闇とか、うん、人の心の痛みが分かってあげれるよね、うんうん、なるほどね、いいことだよね。だ出かけるということがなくなっちゃってるもんね、ないですね今もうこの、インドアで全部住んじゃうっていう風なところじゃなくて、だって我々ガキの頃は、うん、こうお父さんお母さんと一緒にこうデパートに行って、うん、屋上のちっちゃい遊園地で乗り物に乗って、うん、お子様ランチを食べるのが、うん、すごい楽しいみたいな、うん、そうだね、日本の旗が乗ってるやつを撮って、うん、で動物園に行くとかね、うん、で今だと今動物園はなんかズーラシアみたいな感じでおしゃれになっちゃって、うん、恋人同士が水族館行ったりズーラシア行ったりしてるでしょ、うん、だから家族連れがこうおにぎりを食べてるっていうのがだんだん減ってきてる、そうなんだよ、だから楽しいものを求めてこう出かけてたんだよね、そうなんですよね、いろんなところに行ったんですよね、せいぜい家にある娯楽ってのはテレビぐらいのもんで、テレビ以外ないぐらいですからね、それも結局ビデオがまだなかったでしょ、なかったですね、あ、B さん貧乏だったから余計なかったんだろう、全然なかったですね、うん、あのだから大学時代に入ってバイトして買って、うん、あのガンダムとゼータガンダムの再放送を全話録画して、ああシニオプレスを取りまくりましたけど、さすがオタクのねライフスタイル、すでにオタクの先駆け、ね、うるせえやつだとみんな撮ってましたラムちゃんラムちゃん、あね、僕ランマ、あのランマとかも好きです、だからオンタイムでテレビも見てて、ええ、でウルトラマンとかが始まるとあの遊んでた子供がさっと消えるとか、ああいうのがその少年時代のこの映像的な記憶でね、そうですよね、あのやっぱり怪獣ごっことか、うん、仮面ライダーごっことかありましたからね、うんうん、だからそれがねやっぱなくなって、ヒーローのモノマネをして遊ぶことがなくなってきた、うん、そうですね、うん、でましてエロもね、エロもエロ、うん、そうエロもやっぱりこういきなり、いやいや出かけなきゃないんだよね、あの昼間銀紙が払えてるんですね、そうそう、それでそのエロ劇場のところにあのこのなんだこうほら潮吹き山がどうしたとかね、あそういうふうなのにドキドキしていつかこれを見るんだって、それが大人になるということだろうという、それは一つのだから大人になったらこの世を見るぞとね、それは通過儀礼なんですよ、そうそうそう、団地妻とかね、それで大人になる前に 見ちゃう、あ見ちゃう、そうそう、だからテレビも もちろんパソコンもないから、ええ、それを、まあ、制服を脱いで、まあ、少し大人びた格好をしてエロ映画を見てそれを頭の中に叩き込んで家に帰るというこれがその何通過儀礼、いやあのそれはね僕大事だと思うんですよ、あのその少年、ごめんなさいねこういう、ね、少年が、ね、少年が 男になっていくて大人の階段登るということ、そうそうそう、うん、それがあのセックスであり性的なエロ本を見るとか、うん、エロビデオを見るとか、うんうん、で初体験をするとか、うん、そういう段階を経てリアルな大人になって、うんうん、苦しさも楽しさも分かち合えるようになるんですね、うんうん、でところがそういうのがなくていきなり社会に出て引きこもってる大人が多いと、うん、でそういった部分で何か僕ら本来は子供たちに課すべきものを忘れてしまったと、そうだね、でそれを復活させる手がかりとして柳瀬復活があり、うん、でお化け屋敷復活があり、うん、昭和の妖怪に真剣に恐怖した あの感覚ですね、うんうん、あの怖い例えば大好きな女の子に関する甘酸っぱい思い出と、うん、妖怪とか都市伝説に対するリアルの怖さ、うんうん、あれが青春のほろ苦さなんですよね、うん、そうだそうだ、でだからあの恐怖的な怖さと性的なエロさと、うん、それがね一体となったこの甘酸っぱい、うん、中学からここにかけてのこの感覚、うんうん、これがね今のこう欠落しちゃってるんですね、わかるよそれ、それがねだからあまりにも情報簡単に手に入るんです、あのエロ本のね、ええ、買うのにもこれ一苦労したね、あそうなんですよね、そうそうそう、自動販売機、エロ本の自動販売機があってガタッて音がすごい音でかいんですよ、でそれをなんか夜中自転車行って買うとかそういうのが男の子がドキドキしてて、あ そ, うだ、ね、そのドキドキとその草木女に対するドキドキってかなり裏表で近いんですね、でその背徳感、うん、妖怪に対する背徳感と、うん、エロ本を見ちゃう男の子の背徳感っていうのは結構重ね合わされてるかなと、うん、いけないもの見た
だからいけないものを見たという感覚がですね、うん、あるんでしょうね。だから、うん、それをそのね、昭和のね、甘酸っぱいようなね、うん、ほろ苦いようなその青春模様をですね、うんうん、このお化け屋敷で再現できて、うん、ああこういうことが昭和の頃あって、うん、今のもう小学生とかネットやってる子供たちが忘れてしまったようなものを取り戻してもらいたいと、うん、あとその柳瀬商店街というのがすごくいろいろといい感じの昔ならではの商店街で、ああいう場所にもう一度皆さん戻ってきていただいて、いろんな場所に商店街ってあるんですけど、なかなか皆さん出歩かなくなっちゃってるじゃないですか。そうなんだよ。でね、あの40年ちょっとかな、それの頃にその銀ブラって言葉があって、ありましたね。今もあるのかな。もうだいぶ死滅してますね、うん、それがその同じように柳瀬の柳ブラっていう言葉があって、その、あー、いいですね、あのみんながその柳瀬をあこうあブラブラとこう散策しながらウィンドウショッピングとかしてっていう風なところがあって、まあ柳瀬っていうのはつまり岐阜の銀座だったんだよね。ああ、そうですね。それがもうね、見たようにこの寂しいこのね、そうある意味本当にあの寂しい状況という風なことに、これにまあ活を入れようということで、まあやね、山口先生とこの牛崎さんと、でまあ、今四国とか関西とか、うん、まあ、埼玉もやってまして、うん、あのようやく山口敏太郎の名前が出てき始めて、うん、各今までお付き合いした自治体が一斉にこう町おこしを一緒にやろうというふうになってるんで、うん、僕は妖怪町おこしの薩長同盟みたいなのを作ってですね、うん、みんなこう自治体同士で交流していただいて、うん、大きな流れになっていきてくれればなと、うん、そうです。子供たちがどんどん外に出てきてくれたら嬉しいですね。だから冒険しなきゃダメですよ。そうですね、あのネット上でただちま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 やってるんではなくて、うん、外に出て冒険しようって、うん、で僕ら子供の頃はハックルベリーの冒険だ、トムソーヤの冒険だ、うん、あのシンドバッドの冒険っていろんな冒険があって、それに僕らはすごい胸を躍らせたわけですよ、うん、ガンバの冒険にしてもね、うんうん、で俺たちはいつか、特に僕らが四国なんで、うん、いつかこの海を越えて僕は外に旅に出るんだっていうことを思って生きてきたんですね。でだからそれがね、今ネットだからその海を越えて旅をするリスクを犯す必要がないんですね。でエロスが見たからネットでアメリカに行けば何もでもエロスが見れる。で冒険 しなくてもあのバーチャルゲームで冒険の疑似体験ができる。昔は何もなかったからエロ本を見るために冒険をする、うん、で自分が本当に男になるために東京に出ていくっていう、なるほどね、リアルな体験をやらなきゃ男になれなかったのが今なった気持ちになっちゃってるんですよ、うんうんうん、だからそれをいやリアルな体験やらないとお前本当に大人になれないぞと、あだからちょっと俺たちの最後のラストメッセージを分かってくれというところがありますよね。だからこの口裂女祭り、割礼の儀式やな。そうですね、うん、大人への階段、うん、登る君山だね、もうどっかの歌詞ですよね。そ, それで、今年の夏やりますということで、うん、やります。あのプレスの発表兼企画概要の説明という、まあ、半分ライブみたいな感じなんですけど、4月の30日、うん、岐阜のパーティー屋さんというところでやります。岐阜パーティー屋で検索すると出ますよね、うん、出ます。それと7月7日プレイベント、これちょっとまだあのワンデーお化け屋敷があるんですけども、7月7日ですね。7月7日、はい、七夕の日と覚えてください、うん、いいですね。7月7日七夕にお化けって、そうです、仏滅だってよ。仏滅もう最高じゃない。そうそう、仏滅これ、ね、これあれですよ。だからあの僕のブログとか、うん、ツイッターとか、あと牛崎さんのツイッターとか、はい、うん、吉村さんのブログもありますもんね。まあね、うん、いろいろ。吉村さんのブログなんていうブログですか。テルクスデイズ、テルクスデイズか、はい、ブログ妖怪王か、はい、はい、なんだっけ、千年、自分の千年の夢、自分のブログのタイトル覚えててくださいね。はい、それで、お祭りの本期間というか、うん、ベースとなる期間は7月13日金曜日から9月23日まで。13日の金曜日、また、ね、最高ですね。すごいですね。これほぼまあ2ヶ月ちょっとですね、はい、7月13日金曜日から9月23日までやると。お化け屋敷を、お化け屋敷を、で場所がですね、旧豊臣座青い劇場という、うん、岐阜のなんか大衆演劇をやってる劇場ですね。素晴らしいですね。うん、でこれ住所とかまたマップは僕のブログとか皆さんのブログ、はい、ツイッターで、うん、紹介しますんで、まあ、でそれにしても、まあ、4月30日のプレスのところを待って正式なことで、今はまあこれ内定の状態 で、 そうです、ね、ね、あの、うん、少しフライング気味の話ではあるんですけれども、そうですね、はい、そんな感じで。それでお化け居酒屋が併設されて、ちょっとお化けっぽいメニューを作るという。お化けっぽい。お化けっぽい。で、その口裂け女がこうビールを運ぶ。
あ、バイトの子になんかお化けのメイクをさして、うん、そうそう、お化けの覆面でもかぶらして、うん、そうそう、何でもなんか一つ目小僧目玉焼きとかいろいろ作りたいですね、いろんなものを、うん、なんかなんとかカクテル、血の池カクテルとか、あ、なんか飲みたくねえよ、飲みたくねえよだよという、はいはい、メニューを、ごめんなさいね、なんか岐阜へ来ていただきたいですね、ふっさけ女祭りをやりますんで、ね、ぜひ岐阜の方に来てください、はい、ということでした、はい、よろしくお願いします。